どうも、おはようです。おはようございます。こんにちは、こんばんは。ということで、今回はですね、まだね、最近ちょっと続いてるんですけど、西成、この西成シリーズなんですけども、なんと、両腕のない丸々お医者さん、ね、が登場します。で、今回ちょっと強烈で、両腕のない丸々お医者さんが、なんと、逮捕されたんですよ。まあ、不当逮捕ですけどね、パトカーに乗せられて、で、いろんな、なってたんですけども、その、なんかね、歩き方がおかしいとか言われただけで、パトカーに乗せられて、で、出身大学といろいろ聞かれて、なんか、他の他方面に迷惑をかけて、ね、で、偉い人で、両腕のない丸々の医者さんがお怒りです。ね、もうそのお怒り、前回も怒りムンムンの、両腕の丸々の医者さんのを見てもらいたいと思います。まあ、不当逮捕ですけど、不当逮捕で訴えはしないですけど、もう、これ、プンプン状態です。ね。それでは、行きましょうか。レッツ、チュンバえ、マンションの前で止められました、パトカーのポリさんに。ちょっと、パトカーの方に、入ってくださいって言われて。え、先生、そうか、警察に止められないですか？止められないです。いや、なんで先生がその止められることないでしょ、別に。いや、歩き方が変やからとか言って。歩き方？歩き方が変やから止められて、もう反強制的にパトカーの中に入れられて、いろいろ調べられましたよ。アルコールのと、それからおしっこ調べられました、だから薬物ですよね。全部オフやったから。で職業はどうのこうのいっぱい聞かれて、だからもう、あれ、ここで言うと同じように普通に言うて、で、そうそう、それは堂々と言わんと、ちゃんと思ってるように、先生。で、調べに入って、大学にも連絡が入って、全部連絡が入って、で、20分ぐらいですかね、パトカーが入って。で、それで調べられて、全部名前も言うて、生年月日も言うて、もうさまざま聞かれて、もう全部正直に言うたったんですよ。そりゃそう、言わんと。で、調べが全部ついたみたいなんで、申し訳ございませんでした。それだけ？それだけ。気をつけて、歩いてください。いや、お前は気をつけろ、ポリみたいな。お前は気をつけて、ほんとら、思いながらね、こんな20分もパトカーの中、折り込みやがって。ガッツリ言うたんですか、ポリには言うてやんすか、もう。そんなことは言えへんすけどもね。これでもそうやから、もう西成署と大阪府警と僕の存在は全部登録されましたよ。合気術やってねえのか、それは。いや、そういうことは言うてないんですけどね。まあ、医者と公認心理師と、それをやってて、働いてた、勤務先が、大谷で、全部言うたんですよ。もう今定年になってますんで、結構今は時々行ったりとかして、犯罪の関係で大阪府警にも呼ばれることもあります。これ公認心理師として全部言うたんだと。そう、言わなダメです、言わなダメです、言わなダメです。全部ちゃんと上がりました。証拠は全部上がりました。よう釈放され、申し訳ございませんでしたとかって言ってましたよ、ね、よう釈放されましたけどね。もうマンションの、うちのマンションの前ですからね、あれ止められたのは。もう上がろうと思ったら、ちょっとパトカーの中で、パトカーの中で、中入ったんですか、パトカーの。中入りましたんですよ。両方におまわりさんと、あれ、座られて、止められて、行こかれへんすよ。上で嫁さんの弟が先に入ってるから、なんやかんや、あれ、やることをやってくれてるから、早上がらなあかんのよ。いや上人待ってるんで。いや、まあ、皆さんそう言いますよ。いや、皆さんそう言うて、いや、ほんまですから、あとで、ほんま来ます？部屋まで。もう、ほんまに終わった。おなんぎやだ、もう。大学もにも、あれは、連絡行ったんすか？全部行って、全部調べ出す。調べすって。京都大学まで行きました。そうだよ。京都大学これ。だから全部証明されましたよ。なめんなよと、俺を。
だからもう、えらいこっちゃな、大騒ぎですよ、もう。うん、で、家に戻ったら、家に戻ったら、大学からほんまに電話かかってくるし。大田さん、どうされましたんですか？いや、勝手に捕まったんですよ。そう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 、西成って大変ですね。いやいやいや、それはどうか分かりませんけど。だから連絡があって、だからもうあれ、携帯の方に電話かかる、かかる場所も。だから、どこがそれ。